こんにちは、神谷サイコロ占いボーカルの、柳田修作です。ブンブンブンが発信する新人アーティスト応援企画スターターズマッチに、我々神谷サイコロ占い、ノミネートされました。ありがとうございます。今日、その中の出演者の、4組の方と、トークを交える機会がありまして、マイカちゃん、やゆよの、リコちゃん、ゆきあきらちゃん、よなぼの、翔太くんですね。この4人と、お話をさせていただくリモートでね、ズームでリモート会議があったんですけど、本当にみんないい子たちですね。僕が一番多分年上だったんですけど、今年26ですね。まだ25なんですけど、僕本当におじさんになったんだなと思います。みんな若くてキラキラしてて、なんか目がギラギラしててね、みんな可愛くてね、みんないい子たちでですね、もう本当に争いたくない、戦いたくない、ただただ飲みに行きたい、もうそんな気持ちで、ございます。そして参加ストリーミングサービス内での、楽曲再生回数によって、10月29日に開催されるオンラインイベントに出演するかしないかが、決まってくるということなので、ぜひ、我々も、応援していただけたらなと思います。僕たち神のサイコロ占いのエントリー楽曲は、夜長唄と歌方花火になっております。ただやっぱ争いたくはないな、仲良くいきたい、みんな出れたらいいのに、そういうふうに思います。それでは